お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、久々に、そうですね、チンパンと呼ばれるデッキをご紹介したいなと思います。まあ、チンパンというのはですね、まあ、いわゆる誰でも出すだけで勝てると呼ばれるデッキですね。ということで、そちらがこちらです。まあ、なんじゃこらといった感じのやつですね。まあ、ゴレクローン、だったり、まあ、キョスケクローンがあるじゃないですか。なんで、そこはまあ、一緒にしちゃおうって言ったデッキです。ということで、まあ、平均コスト4.6の重めなんですけど、まあ、ポンプの入ったゴレキョスケクローンデッキでございます。ということで、いきたいと思います。1戦目ですね。で、まあ、基本的に、まあ、相手が何も出してこなければ、ずっと、とか延長まで待っていいんですよ。ずっと待ったら引き分けになっちゃうんで、相手がまあ出してきたら基本動く形ですね。で、ここはまだ待ちます。どっちかに、まあ、アイゴレだったり、攻めユニットが出たらいいんですけど、いやー、これはもう悩みですね。どっちに出すか。これはまあ、どっちかにさばいても大丈夫ですけど、ここは一回、気をつけて。あ、まあ、今のは別にゴーレムでも構いません。あ、これはメガゴが。あーい。これ気をつけの爆破が入らないんですよね、この位置。ちょっと、OK。この位置だと、まあ、守れますね。OK。で、ここで、まあ一回、そうですね、ポンプ置いて、次のクロスがでもしんどいですね。なんで、それまでにゴーレムを、あー、なるほどね。なるほどね。なるほどね。で、ここで、後ろからゴーレム、おー、出す前に相手がクロス出してきたんで、しっかりターゲットを取ります。で、ここでもう形作りますね。で、まあ、ここは、まあ変に攻めすぎずですね。まあ別に攻めてもいいか。クロスに対してだと1個おると有利なんで。でも、相手の防衛が上手いんで、まだ待ちます。で、上手いっすね、相手。落ち着いて対処してきて、普通に防衛されましたね。まさか？まあ、それはびっくりしますな、このデッキ。これは、まあ、捨てですね、言ったら。で、これの、今の矢の目は、まあ、カード回しですね。で、クロス来たら、まあ、キョスケでターゲット取る形で、で、ここがしんどいですね、ここは。なんで、一回ここはもう待って、ゴーレムでターゲット取ります。よしよしよしと。これは悪くないですね。で、このテスラをしっかりメガゴで処理してあげて、こうなると、気づけばポンプが溜まっていくんですよね。これで、もう一回ポンプ置きますね。で、クロス置かれたら、まあ、キョスケだったり、ゴレでしっかりターゲット取ってを繰り返しますね。で、このダクでもったいないんで、重ねます。で、しかも相手、あれなんですよね、今。ファイブを使ったんですよね。ってことで、ワンチャンのクローンですね。頑張れ、頑張れ。で、ランバーが溶ければ、レイジかかるんで、ですけど、まあまあまあ。で、今置かれたら、しっかりキョスケでターゲット取る形ですね。オッケー来た。ここはもう、硬い作って勝ちっすね。一回転やっぱ防衛から入りますね。あ、これ、キョスケにターゲット取られたら嫌だ。いやー、嫌だ。けど、まあ、なんとか。ちょっと、解剖とかで全て一緒にされないように。で、ここで、クローン。オッケー。全部クローン。で、もう、攻めます。一気に攻めます。というデッキですね。はい。全然説明してないんですけど。まあ、エリクサーポンプを置き、まあ、耐えます。できるだけ耐えます。で、耐えれなかったら、まあ、城、まあ、取られていいんで、エリクサーポンプをどうにかして守ります。で、エリクサーポンプを置いて、まあ、アドバンテージを取ると、もう最後はあんな感じで、まあ、綺麗に終わることができますね。
なんで、まあ、できるだけエリクサーポンプ置くまでは耐えたり、そうですね、あんま攻めすぎない方がいいですね。まあ、一気に初めの方で攻めて決着つけるっていうのでもいいんですけど、で、ここはまあ左側ダメージ受けてるんで、こっち側に気をつけ出してあげて、相手多分ホグファルチェかな？ホグファルチェか、まあ、ホグインドラか、多分ホグっぽいんで、あ、ホグっすね。で、このダクネはまあ回しっすね。で、これワンチャン別に黒いいっすけど、カード回しで。おお！なかなかやんちゃ。あまり最近メガナイト見ないっすね。で、この爆破でもうほぼインドラモン瀕死状態っていうのが、すごい便利っすね。で、ここで今ホグ来られるとしんどいっすね。まあまあまあ。ここで、まあポンポ来ます。で、来たらまあメガゴで防衛で、先にコウモリに、ああ相手はホグポイのインドラなんで、クローンって結構ポイズンがしんどいんですけど、しんどいんですけど、もう全然、もう全然勝てちゃいますね。これはもうまだ様子見です。もう一回ポンポンプまでですね、延長になるまでちょいと待ちます。延長入ってきたらまあしっかり後ろから形作ってあげて OK ですね。で、これはもうあのインドラとかは、キョスケが美味しくいただいてくれますね。もうそれまでただカード回してるだけなんですけど、今。あー、待って、これやだ。ですけど、まあ、ここはヤラーム打って、しっかり、まあ、きちんと、防衛していきます。いや、このインドラ厄介ですね。いや、けど、頑張って。OKOKOK、これは無視。無視で大丈夫。無視で大丈夫。これどっちかに、まあ、こっちにほぐ。さあよし。で、ここは、防衛からの、今相手は僕のデッキを知らないんで、これ調子乗ってもあれなんですよね。ポイズン使ったんですよ。で、これでもう、カウンターで終わりですね。で、まあ、ランバー出してもいいんですけど、メガナイトいるんで。おいしょおいしょおいしょー、そんなに決まってないけど、もう、ご了承。いける。しゃあと言った感じで終わってないのね。やだ。で、ここホグ来たらしんどいっすね。しんどいよ、待って。マジしんどい。やめ打ってでも防衛。オッケー来た。もうこれはゴレの爆破が入って、トン、トン、オッケー。という、いや、マジで、なんもないです。はい。まあ、一見難しそう、じゃ難しそうなんですけど、エリクサーポンプ置いて、まあ、言ったらゴーレム出して、後ろに添えてあげて、クローン、終わりです。はい。ということで、でもこれだと、このまま延長に行けば僕の方が有利なんですね。後ろにゴーレム置いて、その後ろにキョスケだったり、ランバーだったりを置けばいいんで、まあ待ちます。で、相手がユーノ出してきたんで、ここは守ります。ユーノに、あ、で、ここはまあ、しっかりキョスケで、受けてあげます。でも基本防衛ですね。相手がクロスボウだったりしても防衛で。で、これはもうヤラーメ打ってあげて。で、ここで、自分にエリクサーポンプ回ってきたので、出して、あげますね。で、今出してディガー飛ばされると、おお、で、ここで置きたかったんですけど、エリクサーポンプ置いてるとこのジャイアント防衛できないので一旦防衛します。で、ここでまあ置きますね。よし。で、ここで今まあユーノだったり来ても、まあ、ランバーで守れるので、おいしょ。で、この突進が痛いっすね。けどまあまあまあ、オッケーオッケーオッケー。基本的に相手にポイズンがなかったり、あとはトルネファルチェやトルネアイスウィズの範囲攻撃がしんどいですね。それ以外は結構楽勝なんで、これは相手も結構余裕かと思います。あ、でも、あ、ウィザードだったり、結局範囲攻撃、結構攻撃がしんどいんですよね。なんでまあ、そこまでは。しっかり耐えてあげる感じで、まあ無理せず、無理して攻めすぎず、まあ、
そうですね、アドバンテージ取ったら一気に行くといった形ですね。これはまあ、カード回しです。で、これはもうクローンしても、ウィザードの範囲攻撃でやられてしまうので、無視です。で、このバックアでウィザードが、なるほどね。で、これは別にヤーム打たなくても防衛できたんで。だから攻めたいですけど、ちょいと攻めるタイミングを失ってますね。で、まあ、このダクネはまあミスですが、気にしないでください。で、まあ、そうですね、右側削られてるんで、左側にポンポン来ましたね。ここっすね。で、今、U の来たらしんどいんで、後ろから出して、ここで一回ターゲット取る。で、このゴールも、もう2マスぐらい左、やってあげると、あれなんですよ。本当は、ランバーが後ろに、ちゃんといたんですけどね。で、まあ、ここでレイジがかかるんで、結果オーライ的なとこもありますよね。で、まあ、これは、ゴーレムクローンできちゃってませんけど、まあ、落とせますね。本当に、ポンポ置いて守ってを繰り返し、置きます。で、相手が30石とかだと、スペルなくて勝てないんじゃないかと思われるんですけど、30石に対してもやっぱりお互い立本置いて、まあ自分しっかり守って、もうそっからあとゴーレム出して後ろにユニット積んであげてクローンしてあげれば30石でも、相手30石3体いてもゴリ押しで突破できますね。あと巨助もあるんで。で、まあガゴムレだったりそういうものだったり、まあプリンセスだったりはやらめでしっかり防衛すれば、結構まあ万能、万能ではないかな。相性悪いやつにはしんどいですけど、結構戦えるデッキかなと思います。ということで、本日の動画は以上です。では、ありがとうございました。